俺が俺にオンディマン。髪がちょいずつ伸びてきたメグウィンだ。なんなら髪ここまであるぜメグウィンだ。でもこれこっち側にこのボリュームをいっぱいこうしないとこの辺にあるハゲがバレちゃうから必要なんだぜマジで。というわけで今回のお題はこちらでございます。デレン、マリコちゃん大好き。いやマジね、これはね自分でもね分かんなかった。でもどうやらどうもマリコちゃんのことがもう好きらしいですね私。もう毎日見てないとなんかちょっとなんかすごくこう不安じゃないんだよね。寂しいの。そうパパも全然ねスリッパよりも不毛な扱いを受けてるけど、こうマリコちゃんを毎日こう抱っことか1時間ぐらい時間がないともうパパね寂しいみたいなんだよね。多分これはやっぱ生まれた当初には全然分かんなかったけど、ちょっとずつこうマリコちゃんが好きになったのかなと、まあ好きになってきたのかなと、まあ、お父さん思うわけですけど、まあ、この間まあ仕事行って、まあ、土日仕事だったんで、まあ、全然こう構う時間がなかったんで、まあ、ちょっと来てもらってというよりはもうお母さんがもう私外に出たいわ、今日はどこにも来ないから外に出たいわっていうことでこうやってまあ八王子ですけど、まあ、そのコロナも多い時期ですけど、どうもその、まあ、パン、まあ、マック行こうと思ったらマックめっちゃ混んでてさ、マック混んでたからしょうがないからパンを食べに行ったね。でパンを近くで食べて、こんな感じでマリコちゃんをこうね構うわけですよ。これこんな可愛いねマリコちゃん可愛いねって言ってこうこの見てこのソックス何か気づきませんかって言われて、あこれサメかなと思ったらこれシャークロスね、シャークだと思ってマリコちゃんもうこうもうクリスマスの靴下を履いていらっしゃる。本当に可愛い。なんかもう日に日に大きくなるのが分かって、最近なんかちっちゃい子のビデオを見るわけですよ。なんていうのそのちっちゃい子が痛いっつってなんかかけてってズルコケドーンガチンねえみたいなやつ見るとだいぶ大きくなったなとマリコは。もうなんていうんですかね、最初こんなんだったんですよ冗談抜きで。こんなんだったのがもうこんなんすよ。うんこんなんよ本当。こんなんだったのがもうこんなん、もう早い、もう細胞分裂が止まらない。もうセル、もうセル分裂のマリコちゃんも本当可愛いと思いまして、まあ、もうどんだけ可愛いかっていうのもこんでもう今ですよ。もう俺は仕事をしてる最中に母ちゃんがまあ公園とか行ってくれるんで、公園とかで撮った写真がもうこちらでございます。もうほらもうほらマリコちゃんねえ、もうこっちか。マリコちゃん、俺、かわいい。笑顔ですよ。これ何乗ってるかっていうと、これブランコに乗ってるんですよね。いやこのブランコにが大好きなんですよ、マリコは。もうブランコが大好きで、もうスポッとはめるだけで笑うんで、もう便利ですね。もうどんな深い時でもこれにスポッとはめれば笑う。本当にマリコちゃんかわいい。もうこう笑顔といえばもう最近一応描かれてね、これどこですか、こう渋谷の代々木公園らしいんですよ。月曜日に新宿公園に友達に会いに行ってくるって言って、もうマリコちゃんの同い年の友達が男の子でいて、その子もそのドイツ人とのハーフなんでよく一緒に会ってるらしいんですけど、月曜日に新宿公園に行ったら公園は月曜日休みだったって。ああそうなのね、も俺も行かないから分かんないけど、いやでもしょうがないから代々木パークに行ったわって言って、代々木パークのこの何ですかね、イチョウの絨毯ですよ。このイチョウの絨毯をこのマリコがこうやって歩くんね、まあ、イチョウじゃないねこれはね、だいぶ速いスピードでこう、あマリコちゃん歩くんだなと思って、かわいいですねマリコちゃんはね。まあ、でもまあこんなのもありつつも、こんな感じのこのすごいもうバカなマリコバカちゃん、君は本当にバカちゃんマリコちゃんとかこういつも言ってるんですけど、この何ですか、窓ですよね、窓にぐちゃーっつっても何でもこうどんどん行くんで、まあ、そういう時期なんでしょうね。かわいいバカマリコを言えばこっちの
今こう、はぁーみたいな、みたいな、これ本当に俺もそのこの場にいなかったんで怒られてきたんですけど、このこっちこっちか、このここに、ま、赤丸がついてんだけど、赤丸のとこに鳩にうんこされたらしいのよ。でパターン怒って、まあ、そこにうんこついちゃったっていう顔をしてるんですね。こうやって、はぁ、うんこついちゃった、いやお前はね、あの毎日うんこしてるからね、言うてもどんくらい俺がうんこ、あなたのうんこがこの3本ぐらいの指についてることだか、もうあのお伝えしたいよマリコちゃん、本当に結構な頻度ででけえうんこを俺は処理してると思うんですよ。まあでもうんこにもいろいろ種類ありますよね。このウェットなうんこから、あのそのつぶつぶなんかチョコボールみたいなやつがポン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 って出る時もあるし、まあ、食べ物によって違うんですかね。もうかわいい、本当にかわいいマリコちゃん、本当にありがとう。というわけでですね、マリコちゃんにね、プレゼントが私からあります。まあ私からというよりはお母さんからプレゼントがありました。これが、クリスマス会、まあね、ジジとババがね、多分来てクリスマス会をうちでこうやろうとしてるんですけど、まあコロナがねいい方向に行ったらいいんですよね。まあその辺は分かりやるかやるか分かんないですけど、このクリスマスのこのドレスをお母さんお買いになられたということで、マリコちゃんに着せるのが本当楽しみですね。ちなみにこのドレス、ブックオフで400円という、ちょっと着てみます、着てみます。いやでもこれマリコちゃん壊れちゃうからな、もうこんなんですよ、もううん、パパパパパパパみたいなやってくれるんでしょ、うん、楽しみだな、もうな、本当にもう楽しみですね。というわけで皆さん、このね最後にお別れ、もうそろそろお別れの時間ごっとやってまいりましょう。だこれはそろそろお別れの時間じゃないのかということでですね、うちのマリコちゃんのね最近撮った一番可愛い V を見てください、こちらでございます。これね、こうやだやだで下げちゃうんですよ、下げちゃうビーって上げて、もうやだやだって言って、かわいい、もうマリコちゃんはもう目から鱗が落ちるぐらい可愛い、日本語違うな、本当にもう今20日で生後10ヶ月ちょうど10マンスアニバーサリーが来ますね。というわけでマリコちゃん、これからも健康に健やかに頑張ってください、頑張ってください、頑張ってください。そして11月20日も、いや11月か、来年あともう少し、誕生日まであと2ヶ月です、頑張って生きてください、マジで。